長引くデフレや行き過ぎた円高欧米諸国の景気低迷など我が国企業を取り巻く事業環境は大変厳しいものとなっておりますこうした中で、えー、行われる今年の春季労使交渉ではあ企業の置かれている状況をおあるいは 企業が直面している諸課題について、労使でそういった問題を共有し、そして自社の存続と発展、そして国内雇用の維持、闘争のために、労使で徹底した議論を行っていくということが求められていると思います。日本経済を縮小均衡から脱皮させ そして内需を拡大し持続可能性を引き出すためにもマクロ的な観点から働く者への配分が適正な配分が求められていると思います適正な配分によっていわゆる中間層を復活させ個人消費の拡大内需への拡大とつなげていくそのことが持続可能な成長とデフレからの脱却につながっていくものと確信をする次第でございます 定期昇給の凍結や延期ということでの定期があったことについては経団連としては踏み込みすぎではないかというふうに思います定期昇給制度というのはそれぞれの労使が長年にわたって作り上げてきた制度でございますのでそういう制度についてこの時期に 凍結とか延期というようなことを経営者団体財界である経団連が明確にそういうことを示唆するというのは少し踏み込みすぎではないかというふうに思います。